どうも、桜井徹です。ワンダと巨像、続きをプレイしていく前に、これメニュー画面をね、ずっと放置してたらこんな画面に映りました。あそこね、ワンダが寝てるんですね。で、アグロがなんか自由に散歩をするっていうMV が流れていました。そう、いろいろ飲み物取ってこようとか思ってね、メニュー画面のまま放置してたらね、急にアグロが走り回ってて、え、俺なんかボタン押したっけって思ってたら、こういう仕様みたいです。これ無印にもあったのかな。まあ非常にワンダが寝ている時にアグロはのびのびと遊んでたんですね。とまあまあそんなのを見つけまして、思わずそこからスタート。さあ、これをじーっと見てたい気もするけど、旅を進めないとな。戻る。あれは無印にあったのかな。コンティニュさあ、じゃあ続きをプレイしていくぞ。次のやつは知恵を持っている巨像だったね。さて、どこにいるかな。お、こっち方面ですか。オッケー、行くぞアグロ。いやー、まさかワンダが寝てる間にアグロはあんなのびのびと草原を走り回っているとは思わなかったな。まあまあ、誰にでも息抜きは必要だね、馬も人間も。さあ、ずいぶん人工物がちょこちょこっと目立つな。完全に森ってわけではないのかもしれない。すごいよね、その巨像の種類に応じて、そのいろんなフィールド、戦う場所とか探索する場所が用意されてるからな。ものすごい森。 PS4 版になってこの森、木、草木の表現がすごいよね。びっくりするわ。さあ、こっちに道はあるのかな。こっちだろ、そっち行けないだろ。よいしょ、こっちこっちこっち、よいしょ。さあ、探索をしなければと思うのですが、このとこに洞窟なんてあったっけ。ちょっとアグロそこいてな。何も見えん、何も見えん。あ、これで明かりが見えるわ。なんかあるぞ。おお、あ、これだ、これこれこれがね、あの今回の新しい要素だと俺は思うんだけどね。弾、
これを一定数集めた、一定数っていうかもう全部集めたら新しいエリアに行けるらしいんだよね。あとこんな樽あった？この樽はどういう意味なんだろう。まあなんとなく思うんだけど、トリコにこんなの出てこなかったっけ？気のせいかな。それかなんかワンダ独自のものかもしれないけど、人食いオワシのトリコだっけ？で、あんなのトリコに食わせてたような気がすんだよな。まあわからないですが、まあ同じね系列の作品だから、もしかしたらクロスオーバーでそういうものが出てるのかもしれないなと思いつつ、さてどこ探索しましょうかね。てかどこに行きゃいいんですかね。そっち？そっち？そっち崖よ。あーんつっちゃった。いけねえって。どうやって行くんだよ。あー、あそこに果物があるから、とりあえず果物が欲しいです。ちょっと待って、今トカゲの足音が聞こえた。ここにもいるのか、やつが。どこだ、上か。ん、あ、いた。ほっ、えい、ゲットゲット。よっしゃ、握力アップ。あそこに実が落ちてんな、取りに行こう。いけっかな。え、無理？さすがに無理？ワンダでも。あ、飛んじゃった。うぅ、ぶねー。セーフ。拾った。なんとかなるもんだな。さーて、問題はここからだよな。まあ、ここの下は水だから、まあ大丈夫ってやん。まっすぐ落ちてたら死んでたな。さて、光が、この左側を指してたんだよな。だからそっちに行きたい気もするんだけど、どうやって行けばいいの？とりあえずアグロは呼んでおこう。来るかもしれないからね。すんごい湿地帯だな。アグロ、あそこの崖から降りてこれる？とりあえずアグロを抜きで進んでいこうか。え？こっちか。まあ、ひとまず進もう。この洞窟進めそうだね。うんうん、いけるいける。あー、砂漠のエリアか。洞窟を抜けたら砂漠ってな、すごいだ。そっちか、了解。アグロは来なさそうかな。うん、まああの崖だからな。逆に来たらすごいよな。砂漠だね。え、来た。かしこアグロ、やる、行こうぜ。ええ子やな。そっちだな。オッケー、行こう。いやー、なんか砂漠って非常にアグロありがたい。
砂嵐がすごいな。さあこの木の根元とかにトカゲとかいないのかな。うん、特に足音が聞こえないね。こっちじゃない。ぐるっと回ればいいのかな。まあとりあえず行ってみよう。あ、これじゃない。あ、これっぽい、これっぽい。よし、入ってみよう。じゃあまたアグロはここでお留守番な。よいしょ、ちょっと行ってくるわ。よいしょ。すんごい遺跡だね。さて、知恵のある巨像ってのはどんなのかな。さて、あぶねえ。こっちから降りれば大丈夫か。ほっ、いいね。ほっ、え、どんなやつが来るんだ。なんかコロシアムみたいね。あー、人型タイプか。あー、思い出した。すんごい凶暴な子だ。ちょっと待ってよ。やっべ、よいしょ、逃げろ逃げろ。とりあえず逃げないとね、こう戦えないんだ。ほっ、やばいやばい。やばい、逃げろ逃げろ逃げろ。よし、隠れよう。まあ隠れてですよ。やばいなあいつ。そうだ、覗いてこい。ふい、お前のヒゲに捕まるんだな。はいはい、どうも。はい、どうも。よし、登らせてもらいますよ。オッケー、まずは一撃。よいしょ、逃げき。もう一発ぐらい入るか。よいしょ、多分これでここはもう終わりだろう。よし、あとどこだったかな。あった、よいしょ、いけー。もう一撃で終わらせられるか。あと一撃、終わった。
よし、凶暴だろうが勝てたな。この影ってやっぱり巨像たちの影よね。あの倒した子たち。次は何だ。なんかパッと見蛇っぽいよね。さあ今回もやってまいりました、ハトつかみチャレンジ、レッツビギン。待て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 、はっ、つかめない、つかめた、ほらね、飛べるんですね。あー、もっと飛んでください。いけ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 、あ、落とされた。まあこんなことができます。以上でした。あ、もうハトつかみチャレンジ終わったわ。さあじゃあ次は水中でイカ槌うんぬんって言ってたな。はい、次回どんな巨像が出てくるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。ワンダと巨像まだまだ続きます。またよかったら見に来てくださいね。ではでは。